ます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。練習初日ということで。初日ということで。はい。笑顔と感謝の心を持って頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。練習前にすいません。いや。おはようございます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 。よろしくお願いします。8練習よ、今日からみんなで一丸となっていこうぜ、イエーイ。おはようございます。おはようございます。いい表情してる。最近去年のやつ見たんですよ。うん、おはようございます。おはようございます。面白かった。今年敦貴が殻を破る。まだ破ってなかったんだ。まだ足りない。おはようございます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 。悔しい気持ちだったりとか、ちょっとした一歩のところだったりとか、やっぱその数秒だったり、数メートルだったりっていうことで、必ずやっぱそれは出されてくるんですよ。やっぱそこはやっぱりこの一年しっかりと思って、やっぱ戦ってないといけないし、笑顔も大事なので、ポジティブに引きますから、またもう。はい、ゴー！ゴー！ゴー！ガッシュ、外にある人は。1、ステップ、3、シェップ、5、6、7、8、ゲッ、ジェップ、ゲゲッ。1、step、3、step、5、6、7、8、step、step、交互に足踏み行きましょう。1、step、3、step、5、6、7、8、step、step、ゆっくり大きく返していこう。1、step、3、step、5、6、7、8、step、step、逆行きましょう。胸張って、股関節しっかりストレッチした状態で。1、step、3、step、5、6、7、8、step、step、投げていこう。1、step、3、シェッ、5、6、シェッ、8、シェッ、ジェッ、逆も。1、シェッ、3、シェッ、5、6、シェッ、8、シェッ、ジェッ。OK、ハムストリング行きましょう。3、シェッ、5、6、逆、せーの。1、シェッ、3、シェッ、5、6、脇腹しっかり伸ばして。アウトサイド離れてると、なかなか伸びないから、アウトサイドしっかりくっつけて固定した状態でいこう。はい、逆行きましょう。はい、しっかり脇伸ばして、ゲーッと。ノイズで、つま先立ちね。そのまま、降りたり、一番高いところまで行って、下ろす。はい、半分。はい、これはすぐ行きます。逆すぐ行くよ。反対側、右下。行きます。レディー。
かかとは肩と同じ高さ、それ以上上げなくていいから、しっかり下のケツでしっかり上げる。たった20秒。はい、半分。はい、フラフラしたい。しっかり固める。OK、すぐ逆いこう。止まってるところだから、大事に、テクニック大事に。自分止まってて、ボール動いてるボール。もうナイス。いいね。もうナイス。三、黙ってやると難しかったらコミュニケーション取って。はい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 。はかなり感覚的に動きます。まだ中国、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 そうそうそう、ナイス。2、ナイス。3、ナイス。4、ナイス。6、ナイス。出たボールに、出たボールに。はい、3、ナイス。4、そう。5、6、ナイス、ナイスさんの。そう、ボール出たボールに。そう、ナイスさんの。ナイス。4、あ、ごめん、分かった、ナイス。5、そう。6、ナイス。ボールで、1、おー、ナイス。4、おー、今微妙だった動き。5、そう。6、ナイス。1、おー、ナイスキャッチ。8、おー、いいよ。9、そう、ラスト。ラスト。オッケー。1。おー、いないさんの。1。そうそうそう。3。おー、ないさんの。4。おー、いいじゃん。5。そう。6。そうそうそう。1。8。おー、ナイスキャッチ。4。早いから、絶対。はい。そうそうそう。5、ナイス。6、おー、いいよ。ボールに入って、オッケー、ナイスキャッチ。8、そう。オッケー。おい、ナイス。
こんにちは。こんにちは。今シーズン初練習、はい、どうですか、練習見られて。あ、いよいよだな、始まるなっていうワクワク感が湧きました。やっぱり練習場があるって本当いいなって思います。点々としなくていいっていうのがまたちょっと選手の顔を、新加入の選手の顔を覚えてないんで、それをちょっと記憶にインプットするのと、チームワーク今年はどうかなっていうのをちょっと雰囲気味わいたいです。いいんじゃないですか、去年に引き続き、うん、いいと思います。こんにちは。すごいカメラをお持ちですけど、はい、今日は誰を目当てに撮られたんですか。野選手です。あ、野崎広也選手、はい、撮れましたか。いい絵は撮れました。嬉しいです。最初だし見ておかないとと思って去年みたいにいい雰囲気で鹿児島ユナイテッド FC らしいシーズンにしてほしいなと思います。いやー、すごい、もうカメラにちょっと目がいってしまって。すごいですね。自分のですか。はい、すごい。ひろや選手を撮るために、野竹ひろや選手のために新調したカメラずっとこれで撮ってます。その分頑張ってもらわないといけないですね。そうですね。ありがとうございます、はい、こんにちは。こんにちは。チーム初練習、今日見られていかがですか。新加入選手とか、もともといった選手とかたくさん見れて、良かったです。新加入選手では、川辺選手がちょっと足が速いみたいなので、サイドから攻め上がるシーンが見れたらなと。やっぱり昨シーズンがワンチーム、ワンゲームだったので、今年もチーム一丸となって戦う姿を見られるのが楽しみです。今日の初練習見られていかがですか。まあまあ、今日の天気みたいにすごく今年のユナイテッドの躍進が見られるような感じがして嬉しいですね。昨年度のもう選手の皆さんがみんなほとんど残ってくれたし、そして新しい選手も素晴らしい人たちが揃っているので、もう期待しかないですね。素晴らしいですよ。引き続き一緒に戦ってください。もう一緒にも戦いたいと思う。もう早く開幕が待ち遠しいですね。ありがとうございます、はいはい、こんにちは。こんにちは。今日は初練習ということで、どうでしたか、実際見られて。雰囲気がものすごい良くて、自分たちから見てもやっぱりこう雰囲気の良さっていうのが伝わってきて、選手一人一人も多分すごい楽しんでサッカーしてるなっていうのが印象的でした。いかがでしたか。ですね、僕も同じく雰囲気が新加入選手に溶け込んでる感じで、そういう練習風景が見れたというのは開幕前から嬉しいです、ね、
僕は出森亮太選手。お、ゴールキーパー。はい。もともと女性の試合を出森さんが、選手が高校の時、プレーも生で見てて、まあ、出森選手がユナイテッドに加入してから、ずっと、もう、出森選手を応援しようって思ってたので。なるほど。花戸仁選手と。お、花戸選手。渡辺選手。おお。花戸仁選手は、去年夏に来て、はい、アウェーの横浜戦の、はいはいはい、あのゴールっていうのは、何度見ても痺れるというか、ですね。やっぱあと、2、3人に囲まれても一人で打開できるようなフィジカルの強さだったり、ボールタッチがやっぱ魅力的で、すごく楽しいですよ、ね。渡辺選手は、やっぱ、はい、背番号が6番に変わったということで、やっぱサイドバックで出てもボランチで出ても楽しみだなってですね。いやありがとうございます。また今年も一緒に戦ってください。はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。新年一発目、ありがとうございます。よしよしよし。